さあ続いて新婦直美さんから新郎ジョールの元へと指輪が渡されますね。新郎にとっては本当に大切な方、新婦にとっても一番大切な方、そばでずっと見てくださっていた方ということになります。それでは新郎側ベストマンは弟のスティーブンより、そしてブライズメイドは新婦のご友人前田香織さんよりお願いしたいと思います。どうぞ。そんなに時間が過ごしてないのに、もうお姉さんな感じがします。今日、I've been my brother my whole life, and I've been almost obsessed with your evolution, and I can't wait to see where the both of you are going. And to the both of you, I can't wait for kids. If you ever need a babysitter, just let me know. で元気で人のためになることなら、身を削ってまで頑張る頑張り屋さんで、もうすごいなという尊敬の面もあるんですけど、心配の面もありずっと見守ってきたんですけど、今日直美さんがこんな素敵な日を迎えることができて、私は本当に嬉しく思っています。ジョール君、直美さん、本当におめでとうございます。では皆さん、そこで誓いのキス見たくありませんか？場所で大好きなみんなに囲まれてこの日を迎えられたことを本当に幸せに思います。今日は食べて飲んで喋ってたくさん写真撮って本当楽しんでってください。まだだよ。じゃあ
旦那様に。皆さんありがとうございます。結構、まあ、来るのが面倒くさいぐらいの遠いところですみませんが、本当に、まあ、みんなと、まあ、ちょっとした旅みたいな感じでできたらなと思ってて、まあ、みんなまず、なんていうかな、日本に来てこんな長い感じになると思わなかったんですけど、一番初めて高校生の時に最初ホームステイした時のお母さんいますし、やっぱりいろんなステップでいろんな日本でいろんな友達が手伝ってもらって、多分みんなのおかげで素敵な奥さんに出会って、こういう本当に楽しい会ができるようになったから、皆さんにありがとうございます。それでは乾杯しましょうか。皆さんありがとうございます。乾杯。乾杯。Yeah.
歌のどんなメッセージを皆さんに、ね、ご披露させていただきました。ありがとうございました。しっかりだって近づいてきてはいるんですけれども、ここでですね、もう一つ今度はジョールとナオミさんお二人に、サプライズがございます。聞いていただけますでしょうか。To be here in Japan to help celebrate the wedding of our dear son Joel and his beautiful wife Naomi. We love Naomi so much and are extremely honored to have a daughter as sweet and compassionate as Naomi. We know that Joel is at his best when he is with God. Joel Stan and I were married 33 years ago. And only 2 years later, Joel was welcomed into our family. He weighed only 5 pounds, 2 ounces when he was born, and had the soul of an old gentleman. Joel, Naomi, これから2人で愛情と思いやりに満ちた生活を送り、子供を持って彼らにあなたたちの世界についてたくさん教えてあげてください。そして時には、私たちおじいちゃんおばあちゃんにもそれを共有してね。共に年を重ねられる良い友人を持ち、かけがえのない毎日を大切に生きてください。大切なジョール・ナオミ、2人手を取り合ってこれからの人生思う存分楽しんでください。父母より、私があなたに願うことは、So far, I've been celebrating our wedding. It really means a lot to me to be in a foreign country and to still have so many people around me who are there to back me up and catch me if something goes wrong. So, really appreciate it. And, Got another one to take care of now. So looking forward to our life together with all of you. Thanks a lot. And, uh, 日本でこういう本当に立派な生活できると思わなかった。本当にみんな支えてくれてるっていう、あの、まあ、出会いがいっぱいあって、日本に初めて来た時にこんなに、あの、立派なつながりができるこんなみんなの、あの、いい生活ができるナオミに会えて、これからよろしくお願いします。